前回梅しそささみを作った時に、これ鶏肉3分間温めレンジですると、ちゃんと火が通るんですね。で、僕結構コンビニでサラダチキン買うんですけど、あれを作れるんじゃないかと思ったんですね。サラダチキンって、まあいろんな味あると思うんですけど、サラダなんで、味をこれドレッシングにすると、まあ好きな味付けにできるんじゃないかと思って、こんな感じで考えてみました。材料が、梅しそささみの時と一緒ですね。ささみ2本に対して、ドレッシング、まあお好きなドレッシングですね。これを大さじ1。売り方が、ささみに、ハサミで切れ込み入れて、まあ、包丁ないんで、切れ込みを入れて、ドレッシングをかけて、で、馴染ませて、温め3分。で、冷やして完成。みたいな感じで、作れるんじゃないかと思うんですけどね。ちなみに、コンビニで売ってるやつ、カレー味が好きなんで、カレーバージョン。は、まあ、ささみ2本に対して、ドレッシングの代わりに、カレー粉大さじ 0.5。で、オリーブオイルを大さじ 0.3。で、バジルのなんかがあるんで、それをちょっとかけて。で、3分温めと。まあ、両方塩味は足りなかったら、塩後でかけたらいいんで。多分見た目はちょっと違った感じになると思うんですけど、具体的に言うと、魂は合ってる。なんで、これで作っていきます。エンター。
それではいただきます。中にちゃんと火が通ってるかですけど、うん。なんか見た感じは赤い部分もないんで大丈夫そうです。それではいただきます。うん、めっちゃうまい。めっちゃしっとりしてて味しみてます。うん、これはサラダチキンになってますね。うん、ドレッシングはええ感じで和風のやつなんでめっちゃうまい。これは結構いくらでも食べれそう。じゃあカレーの方もちょっと食べてみます。うん、味がしない。カレーの方はちょっと塩振った方がいい感じですね。全然味がしない。